こんにちは、アリーです。今日は日本語と英語のあまりにも発音が違う言葉の語源を見ていきたいと思います。それでは行ってみよう。お久しぶりでございます。皆様お元気でしょうか。よくですね、日本語と英語であまりにも発音が違うっていう言葉ってあると思うんですよね。ただそれってなんでなのかとか、初めましての方のためにもう一度自己紹介させていただきますと、私日本語英語ネイティブバイリンガル MC としてお仕事させていただいております、アリーと申します。ただしですね、私18歳の時に大学進学のタイミングで日本に帰国をしていて、大人になってから日本語を学び直ししたんですね。なので大人になって、なんでこの言葉、こういう言葉を使っているんだっていう、逆のカタカナになっている日本語の言葉に驚いたっていう経験をしているんですよ。なので、皆さんがよく経験される英語での発音が違いすぎるっていうのの逆バージョンですね。日本語での発音が違いすぎるっていう衝撃は私何回も受けているんですよ。その中でもすごく印象に残っている言葉、今日5つご用意しています。その中でさらにそれがなんでそういう風になったのかっていうところまで調べてまいりましたので、今日はそちらをご紹介していきたいと思います。まず1つ目、アルコールです。これも本当に私大失敗したんですけれども、アルコール英語でアルコホールですよね。そのままカタカナにしたらアルコホールなんですけれども、私は日本語でアルコールっていうのを知らずにずっとアルコホールっていうのを言っていて、誰も直してくれなかったんですよ。ちょっと学生時代の友達よ、なんで誰も直してくれなかったんだい。ねえねえ。でこのアルコールっていう言葉はこれですね、調べてみたところめちゃくちゃ面白かったんですよ。アルコールの語源については、日本には江戸時代にオランダ語アルコホルが取り入れられ、オランダ語の発音のまま日本語でも実はアルコホルとして入ってきたそうなんですよ。アルコホルって穂が入っていたんですけれども、歴史的仮名遣いでその穂をおって読むようにしていたため、アルコホルがアルコールと読まれるようになり、アルコホルアルコールと両方使う人がいたため、1931年昭和6年に標準用語を決めて、その時にアルコールで統一しましょうと決めたそうなんです。なので31年って意外とつい最近じゃないですか。つい100年90年前の話なんですけど、まではアルコホルアルコールと呼んでいた、両方呼んでいた人がいたそうなんですよ。でもういい加減統一しましょうっていうことでアルコールになったということみたいです。でこの H の発音のないフランス語でもアルコールっていうらしいんですけれども、だからフランス語から来ているんじゃないかっていうふうに考えてらっしゃる方も多い中、実は日本の中でアルコホルとアルコールって両方使われていて、ほうおと読んでいたっていうところで勘違いが生まれたっていうだけのことみたいです。念のためフランスの発音を聞いてみましょうか。フランス語の発音聞いてみましょう。ドゥルコール。ドゥラルコールということで、ここラルコールゴール、確かに日本語のアルコールの発音に似ていますね。実はなんですけど、江戸時代にオランダ語として輸入された言葉みたいです。めっちゃ面白くないですか。誰かにアルコールってなんでアルコホルじゃなくてアルコールなんだろうって聞かれたら、ここドヤ顔知識で返してみてください。じゃあ次、これは私が社会人になってぶったまげた覚えがありますね。ヒエラルキーです。ヒエラルキー、英語の発音で言うとハイエラルキー、ハイヤーアルキーみたいな感じなんですけれども、ヒエラルキー、これはですね、純粋にドイツ語から来ているそうですと。ドイツ語の発音がそのまま日本語になっているということみたいです。ちょっと聞いてみましょうか。こちらです。
ひらひー。ひらひーみたいに聞こえません？ひらひーみたいに聞けるんですけど、ヒエラルキーはこちらドイツ語から輸入された言葉みたいです。へえ。はい、じゃあ次どんどん行きましょう。今ね、ちょっと旬な話題ですけれども、ウイルスでございます。ウイルスは英語で virus、V ですね。って言うんですけれども、であと新型コロナウイルスのことも COVID-19 って呼びますよね。Coronavirus Disease 2019ということで COVID-19 っていうふうに呼んでいるんですけれども、このウイルスですよね。ウイルスのウってどっから来たんじゃいっていう話。そうですね、その日本の中ではウイルスとかビールスとかいろんな呼ばれ方があったみたいなんですね。で、もともとはラテン語から由来しているみたいですと。で、ラテン語のウイルスからそのまま日本語でもウイルスになったっていうことなんですけれども、ちょっと聞いてみましょうか、ラテン語で。ウイルス。ウイルス言ってるよな。まあいいや。で、そこからウイルスとビールスっていう呼ばれ方が流行ったみたいなんですけれども、1953年、昭和28年に日本ウイルス学会が設立された時に、そのウイルスなのかビールスなのかっていうので、ここはっきりさせましょうっていうことで、そのタイミングでもウイルスに統一しましょうっていうことだったみたいですと。ただですね、日本医学会ではドイツ語の発音に由来するビールスっていうのを使い続けていたとかっていうのはあるみたいなんですけれども、今はまあ一般的にウイルスっていうのが正式名称として定められているということみたいですと。でもちょっと一個だけ納得いかないのは、これラテン語にするとビールス、ビールス、ウイルス言ってないんだよな。え、じゃあドイツ語はどうなんでしょう。ヴィロス。はあ、なるほどね。スペイン語、スペイン語。ヴィロス。おお、やっぱウ、なんかスペイン。ヴィロス。うん、V ですね。ちょっとね、これだけ Google 翻訳のとこはちょっと納得いかないんですけど、まあいいや。はい、次行きましょう。次、もうこれ本当に、これ本当に私苦労しました。きっと分かってくれる人いると思うんですけど、カオス。カオスは英語でケアスなんですよ。で、初めて私も今の状態カオスだねって言われた瞬間、はっていう顔したのを今でも覚えてますね。カオスはどこから由来しているのかっていうのも、これも調べてみたんですけれども、カオスはもともとはギリシャ語から来ていて、もう本当に本当の最初のところを調べると、そのギリシャ神話の中で宇宙ができる前の状態のことをこうカオスって呼んでいたそうなんですよ。ギリシャ神話に出てくる神様の名前でもあるんですけれども、ただその宇宙と地球の間の状態がこう混じり合うっていう意味だったみたいで、その混じり合った状態で多分それが混沌としている状態っていうのがそこで生まれたんじゃないかっていう説ですと。で、さらに17世紀頃にいろんな小説とかが書かれる中で、このカオス状態っていうものが作られ、ちょっとまあ収拾のつかない混沌としている状況っていうのがこうカオスと紐づくようになり、いつの間にか混乱している状況っていうのがカオスになったそうです。まあ、それがそのまま日本に輸入されて、カオスというギリシャ語の発音で入ってきたということみたいね。面白いですよね。私だけ？え？はい、次行こう。今回はですね、私が特に日本語を学び直ししたタイミングで、なんでこの言葉こういうカタカナ使うんだろうって結構こう衝撃を受けた言葉たちとその語源由来をご紹介していきましたが、いかがでしたでしょうか。
結構ですね、その日本語から英語に、英語の発音を初めて知ると、えって衝撃受けること多いと思いますし、それを紹介している動画っていうのは他にもたくさんあると思いますので、結構面白いので、ぜひ合わせてみてみてください。ということで、今回もですね、こういった私もこう大人になって日本語を学び直しした人ってそういないかもしれないので、こういうね、私の失敗体験をもとにいろいろ話していければなと思いますが、面白いと思っていただければ、またぜひこのチャンネルに遊びに来てください。近々また YouTube ライブもやろうかななんて今思っております。また質問とかあれば、いつでもコメント、そして私が活発に活動しているこちらの Instagram でも遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。 Until next time. Bye!